どうも、マルベリです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。さあ、ということで、2018年6月30日土曜日、お知らせ。昨日生放送でですね、最新情報 100%。もう一回言おう。最新情報 100%。ということでね、昨日6月29日時点で上がっていたお知らせ周り、まとめていろいろとお話しさせていただいてましたので、詳細見たい方はね、ぜひとも生放送のアーカイブご覧いただければと思います。概要欄に URL 貼っておきますんで。で、今回は攻略部分に大きく関わっていくとこだけまとめという形で見やすいのを作っておこうと思いますが、錬金の部分ですね。あと、スキャバとのコラボイベント復刻のところも結構今後の攻略に影響してくるところというので補足入れさせていただくのと、一部の防具スキル、紋章の発動条件についてと、この3点ですね。で、まあ昨日の生放送内でもね、ちょっと衝撃なんて言ってましたが、まずスキャバトの復刻が2018年4月17日の火曜日0時ですね、ちょっと先になるということはあるんですが、やってくるっていうところで、各スキャバトで実装されていた防具関連イベント装備が非常に優秀ということはあるので、ぜひ最近始めた方、あと収集忘れがある方はね、集めていただいてスキル上げとかにもできますよ。そして新たにヨシキスキャナーとチケット仮面スキャナーも追加されたってことなんですけど、ここっすね。スキャバトイベント来るということは天地集めできんじゃんって思ってはいるんですけど、まあ6月30日でね、神チャレが終わってしまうということですが、まあ次の機会にと思いきや、天茶のなんとスキル変更があって、今後天茶は補助 B で杖専用ですけど、仲間全員の HP 召回復に攻撃力アップ全体ということですから、まあタタウタの B スキル版で、かつ CT は28秒で全体回復、まあ杖専用というデメリットがあって、まあパワーバランスの調整があったみたいです。まあいわゆる天茶回しが封じられたということでございますんで、まあここら辺はちょっとね、あの天茶回し自体に対応してきたっていうよりかは、その天茶回しした時の挙動が影響してるんじゃないかなというふうに個人的には思っております。まあなんで天茶回しについて賛否両論ね、あの裏技的な話で言われたりもしてるんですが、まあ私は個人的に裏技だとは思ってないということね、ちょうど生放送でも話しておりましたが、まあここがねかなり影響してくるでしょうというところです。まあしかしイベント装備どちらにせよね、集めるのに周回はしていかなければいけないイベントになってくるかなというのと、一部の防具スキル紋章の発動条件変更でかなり大きな要素が追加されましたね。まあ、休み状態などの状態異常でこっちの行動ができないとき、あとはガード時に時々なんちゃらっていうスキル系が、まあ、発動しないというのが仕様だったんですが、それが発動するようになるよっていうことで、時々系のこの一覧がバーっと出てますが、これらが状態異常で動けない時とか、ガードしてても発動する、紋章も同じですね、いうところでかなり恩恵を多く受けれるようにはなるかなというところでございます。これら今後に影響してくる部分ですので、適用まではねまだ多少期間ありますが、適用後ご注意いただければというところですね。そしてメインはこうになりますね。んで、まあ錬金はこうですね、ドラッツェ王者マントに破壊鉄球プリンセス装備系が登場ということで、面白いところが来たかなというのが個人的な感想でございますね。確かにここが錬金来た光るでしょうねっていうところ来ましたね。素材は星の錬金粉の方ですねが必要になりますよ。で、ドラゴンの杖だけもうすでにね、ちょっと後ろの背景にも出てる通り、ドラゴラムに追加の攻撃呪文スキルで、まあ、変身系の呪文スキルが追加されるっていうことで、ドラゴザムっていうスキルが追加されるみたいですね。ドラゴラムとドラゴザムのダブルスキルになるってことだよね。そもそも攻撃 A が、まあ、2枚もう簡単だと詰めるのに、ドラゴラムプラスドラゴザムって攻撃呪文多分 S かなが追加になるってなると、攻撃呪文4枚詰める杖まあ多分錬金来るってことなんで、この補助呪文 B のところは補助呪文 A に変わって、攻撃呪文 A のところが多分補助呪文 A と攻撃呪文 A のダブルスロットとかになるんじゃないですかね。そうなると強くない？かなりドラ杖錬金が来るとハグ杖を上回ってくるか、内者同等になるじゃん。補助特技 A が詰めるっていうところでね、まあ、ただドラゴザム抜き出しはちょっと私は今の環境じゃできないかなっていうぐらいですかね。まあドラゴザムの方になって氷ブレスになるからどうなるかっていうのは正直あんまイメージつかないですけど、まあ、得意不得意のとこには影響あるんでしょうけど、何かしらのプラスアルファ、破壊の敵見ていきますか。現状スキルまで180。まあ、これが錬金されて、おそらく182とかになってきて、点検と並ぶ。まあ、大破壊が超大破壊とかになって、125%2 回攻撃敵全体の威力 300% の追加攻撃のここら辺がちょっとあれですかね。威力上がって、かつ CT 速くなっていく感じでしょうか。攻撃 A が1枚追加になっても面白いんじゃないですかね。サブスキルの方にね。サブスキルが3枚っていうデメリットがあったので、
ので、そこが多分解消されてくるんでしょう。で、補助呪文 A と補助特技 A、1枚ずつは最低限詰めて、かつ攻撃特技の方に特化した無知っていうのが今のところなかったんで、そっちの方向性になるのかなという感じでしょうかね。無知の物理系として使えるものっていう感じになってくるんでしょうね。今まで保証来ない感じですね。つっても攻撃じゃあ何詰むってなった時にね、セオも補助特技ですし、まあ闘神は一応詰めますけど、420%の単純な物理火力って感じですからね。まあ大破壊荷積みとかになるんでしょうか。ってなると補助 A なのかな。攻撃 A3 枚とかになると、まあ本当に大破壊3積みとかしかないもんね。まあ補助特技 A2 枚パターンがいいところかな。まあアルテマソード詰めますけどね。まず王者頭から見ていきますか。コールビルス経験中がついてて、海賊王帽子でヒャド強のコールビルス中が来てたんで、コールビルス中のヒャド中来るんじゃないですか。ドラゴザムの剣もあるし、海賊王の方がちょっと性能高いけど、太陽冠で代用みたいなのはありそうですよね。黄金ティアラが補助呪文骨でスパパラの時に使ってたっていうのもあるんで、スパパラ時に恩恵出そうなメインスキル追加ありそうですね。補助呪文骨、攻撃呪文骨普通についちゃうと全地兜と差別化ができないですからね。全く同じになっちゃいますからね。なんか特殊なのつきそうですよね。骨系っていうか、なんか回復系つきそうじゃないですか。コイミジモン骨とか単回指示 HP 回復とか、なんかそっち系つきそうかなって気しますけど、スパパラで恩恵がありそうな感じでつけてくれるんじゃないかなという希望的観測でございます。おじゃまんはね、結構使えるとこ出てくると思うんですけどね。まあ、吹き飛ばすでブレス 20% 無効化の攻撃ダメージ軽減中なんで、最近攻撃ダメージ軽減積み要求されるとこ多いんでね、HP 中とかでもありそうですけどね。なんかステータスに依存するやつが追加かもしれませんね。吹き飛ばすがちょっと異色というかね、まあハマれば効果絶大スキルですから、まあさすがに命流を上との区別がつかないんで、呪文も弾くみたいなのはつかないような気がしますけどね。で、ここが期待ですよね。プリンセスローブ上が異様鏡を唯一積んでる体上で、まあただ異様鏡を積むとこでしか使えなかったっていう話なんで、ここに汎用性というかね、他のとこでも使えるようになるようなメインスキルが追加されたら面白いですね。プリンセスローブ、ここちょっと期待してます。で、体下ちゃんが王者ズボンはよく使う場面が出てきますね。メラ強を積んでるっていうのと、まあ必中ですからね。まあこれはもう今でも優秀なんで、ここはビアップなんじゃないですかね。ここもステータス依存かな。力とかつくんかな。それかブレス弱とか、炎ブレス中までついたらちょっとやりすぎな感はありますけどね。で、ローブ下も面白そうですよね。ブレス中がついてて、まあここ攻撃呪文ダメージ軽減中つくんじゃないですか、ワンちゃん。プリンセスローブ下はありそうですね。バラン下とのね、ちょっと関係性はどうすんのっていうのはあるかもしれないですけど、バラン下ない人はプリンセスローブで代用とかありそうですね。単回指示 5% リベ法、あとは盾か、プリンセスシールとか、最近使いどこもかなり多かったんでね、おそらくはあれでしょうね、回復量増加になるんでしょうね、盾に関しては。ここは攻撃呪文ダメージ軽減強がそもそも恩恵高かったんで、全体回復量も上がってくれればさらに使いやすそうっていうぐらいで、あとはここがどうなるかですね。太陽盾、日はまた昇るで死亡時に 15% HP 最大の状態で復活するっていうやつがなんか面白くなってくれたらね、いいんですけどね。ここは詳細7月4日ですから、多分3日にね上がってくるんでしょうから、また上がってそこで期待という感じで。最後にお知らせで上がってきたところまとめでございますが、メタルでレベルアップログインボーナスですね。ログインボーナスも新たに更新されながら、メンテは結局もろもろ7月の4日から来るものと、まあ、シーズン2のメインストーリー追加ですね、最新話追加で、イベント準備、宝箱福引きの準備、あと星パス金貨とかね、ここら辺については生放送のアーカイブの方をご確認いただければと思いますが、テンションチャージに関しても7月の4日のアップデート以降ですね。あと自動回復周りもそうなんですが、あの時々系は8月頃って言ってたかな。ちょっと時期もう一度確認いただければと思いますが、7月4日から来ないっぽいですね、いうことなんで、まあメインストーリー追加楽しみにしていくのと、まあ星パス金貨に関してはね、課金者限定っていう感じなのでさらっとっていう感じでございますが、福引きに関してはデルガダール継続しておりますね。で、 FF 装備も6月30日まで、神チャレも6月30日までということで、今日の23時59分まで、まあ、やれるだけはやっていこうかなとは思いますけど、本当にもうね、もうあらゆる資源を枯渇させられるというイベントでもう正直しんどい、限りでございますが、頑張っていこうというところですね。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。
関連動画も見てねー。ゲップしそうだった。